アンテナの長さのですね、根拠ですね、それの計算式とか、それからカメラがね、ちょっと以前のよりか、いいカメラで、撮影しておりますんで、再度ですね、説明させていただきます。ですね、テレビのですね、周波数ですね、これはですね、470ぐらいからですね、メガヘルツからですね、それから550ですね、これぐらいです。ね、したがって今、電波ですね、電波の速度ですね、これはですね、3×10 の8乗、メーターパーセコンです。1秒間にですね、3×10 の8乗メーター走りますよということなんですね。したがってですね、一波長ですね、ですね、ラムダのこれで470の方ですね、これは、3×10 の8乗ですね、 470×10 の6メガですからね、はい、でそうするとこれがですね 0.64 メーターですね、すなわちこれがですね64センチです。はい、それからラムダのですね、550ですね、これは 3×10 の8乗ですね、 550×10 の6乗あります。そうしますとこれがですね、0.55 ですね、あります。で、で4分のアンテナの長さですね、これは4分のラムダとこうなりますんで、64センチをですね、4で割りますと、これ、まあ、16センチメーターですね。それから、こちら側ですね、0.55 ですね。55センチですな。これね。はい。これをですね、まあ、4で割りますとね、0.13 ぐらいですね。メーターと、これはまあ13センチメーターとこうなるんですね。はい、したがってですね、まあアンテナのね、クワッドアンテナのですね、外がですね、外が16センチ、それからまあ中がですね、これがですね、13センチメーターね、13センチにしておくと、でこうしておきますとね、470から550ぐらいまでのですね、まあ、電波をですね、感度よく、まあ受信できるということになるわけですね。それではあの地デジ用のね、エレメントを作ってみます。これはアルミホイルですね。でこれまあ一応台紙、作りました。はい。で、こうですね。こうありまして、まぁ、ちょっとこうスライドね、刺して、はい、こうですな。はい、これでこういってですね、こうなんですかね。はい、それで、ここですね、まあ寸法はね、
あんまりそのミリ単位でなくて結構です。ラフなね、寸法で結構です。はい、それで、まあカッターナイフがあるとねスーッといくんですけど、ちょっとカッターナイフどっか行った行きましたんでね、電工ナイフでちょっとやってみますね。はい、これで、これ16センチですね。これがね。はい。そんでね、こう見てもらったらわかるんですけどね、こっちは白っぽいでしょ。こっちは、銀ギラ銀ですね。ほんで、こっちはね、ビニールがコーティングしてあるんですわ。はい。それでね、こっちは電気、表面から取ることできませんのでね。それちょっと気をつけてください。これね。はい。はい、こういうことですね。はい、それでですね、これをね、半分に、曲げます、これね。ね。こうですね。はい、それで、まずですね、エレメントの幅をね、15ミリということにしておりますので、はい、それからこうですね。ですね。で、ね、はい、こうなりますね。これが一番外側の線なんですね。はい、で、これがエレメントになるんですね。はい、で、これがですね、折り返しのね、線になりますね。はい、ちょっとこれずれてますな。ちょっとずれてますな。まあいいか。はい。まあ。まあこういう作業もですね、だんだん何遍もやってますとね、だんだん進化してきましてね、最初、5年か6年前に作ったのに比べますとね、だいぶ進化しております。はい。まあこういうことになりますんでね。はい。それでですね、外側を切らずにね、まずですね、中側をね、こういうふうに切っていきます。こうね。で、ここをですね、ここまでね、ここまでね、切っていきます。はい。切りましてね。はい、それで、ここですね。これはここですな。はい、
ここで止めとかなきゃなんですね。これがエレメントありますからね。エレメント切っちゃいかんすな。はい。よう切るんですよね。間違ってね。はい。こうなりますね。はい。それでですね、ここですね。こうなんですね。はい。それで、広げますとね。はい。広げますと、まあ、こういうふうにね、一応、中が13センチね、なっております。はい。それでですね、これを、こっち側が、あれですね、銀ギラ銀の方ですんでね。はい。こうですね。折り返します。ここね。はい。んで、これをですね。ね。折り返します。ね。でね、これね、ここ切ってもってもいいんですわ、これね、プチンと。私の場合はね、もう、あれですわ、切らずにね、こういうふうに切らずに、折り返してね、まあ補強っていう意味があるんですけどね、はい、こう折り返しておきますとね、はい、こうですね。はい、もうね、ちょっと目が見えてませんのでね、右側の目はもうほとんど視力ないもんですからね、ちょっとはい、こうですね。はい、でこういきましてですね、こっち側も銀ギラ銀で、こっちもね、両方とも、あれですわ、電気のよう通る方、ね、こうなります。はい。それで、ここ真ん中ですんでね、ここちょっと、切ります。この、何べんも折り返した方をね、横軸にしました。ここへですね、ネジをね、取り付けますんで、ここをね、5ミリぐらい、こう、切ります。こうね。はい。こういうふうになります。はい、それで、これクリアファイル、これ、B5 のクリアファイルですけどね。ちょっと、仕事しにくいんで、こっちね、半分切りますわ、これね。ここね。はい。こう切りますとね、まあ、仕事しやすいんでね。はい。それで、こうですね。こう持ってきます。まあ、端につけてもいいんですけどね。まあ、一応ですね、ほぼ真ん中ですな、ね、はい、ほぼ真ん中に、つけましてね、はい、こうですね、はい、それでね、一応こう仮止めしておきます、これね、ホッチキスで、まあ仮止めてももうこれでね、いいんですけどね、はい、こうなんですね、はい、それから、ここへね、端子つけますんでね、穴開きます、これね。はい、まあ5ミリぐらいだと、これ適当でいいですよ、これね。こうね、こう穴開きます、これね。
ですね。はい、納豆が2つに、それから、ひらワッシャーですね。ひらワッシャーが、2個ですね。はい、それから、スプリングですね。スプリングが、ワッシャーがですね、2枚あります。これがね、一応、セットになってるんですよね。で、こう、ビスですね。はい、それでですね、実はですね、ここでちょっと、気をつけてほしいのはね、これ穴開けましてね、例えばこれ、あれ、このね、ビニールの上からね、こう通しますとね、よいしょ、それでね、このね、小筒でしょ、小筒ないでしょ、これね、これどうつないです、これどうつないということはですね、このエレメントとこのビスがですね、電気的につながってないということなんですね。で、これじゃあね、ここにリード線つけてもね、どうにもなりませんのでね。で、これはちょっとね、具合悪いんですわ。このままですとね。はい。でね、まあ以前はね、いろいろ宿泊してやっとったんですけどね。で、最近はちょっと賢くなりましてね。まずね、スプリングワッシャー通すんですわ。平ワッシャーでなしにね。はい。こう。これにね、食い込むようにね、はい。ほんで、こうにね、通すんです。こうね。はい。こうです。んで、んで、ひらワッシャーを入れて、それで、まあ、ほんまはまた、ここ、上にね、あれすればいいんですけどね、こういう状態ですわね。はい。で、こっち側もねちょっとやってみますわ。まずね、ちょっと普通の使い方は違うんですけどね、これスプリングワッシャー使うのはね、できるだけアルミにね、食い込ますという意味合いで、これね、はい、これでね、こういう作業しますんでね、ポロッと折れることあるんですね。切れることがね。はい。で、こういってですね。それで、ワッシャーを、平ワッシャーを入れてですね。はい。それで、こうですね。これを入れて、ナットで留めると。ですね、はい、まあちょっとまだ完全に閉めてませんけどね、はい、これで、やってみます。これね、これでしょ、はい、これどうぞありますわな。これやったらここにフィーダーつけてもですね、OK になるわけですね。はい、まあこれがね一つのまあミソですね。ここがうまくつながってなかったらですね、いわゆる電波拾うことできませんのでね。はい、まああれあるんですけどね、きれいにですね処理する道具あるんですけどね。もう私は工事屋なもんですからね。まあもうちょっと軌道に乗ったら買うつもりですけど、今のところはね、こないして、ね、はい、こうですな。はい、まあこれちょっとあれですな、これちょっと切らなあかんですな。はい。
まあね、多分ケーブルの本職の工事屋さんから見たらね、荒っぽいなと思われるからですね。はい、ですね。はい、ですね。ちょっとこれを外さなかったですね。他に何かあったですかね。で、まあ私の場合はね、工事しておりますんで、圧着ペンチありますんでね、それでやりますけど、まあ一般の方はね、あれですわ、ちょっと長いですな、ハンダで、ハンダでこれね、こうやってハンダですね、やられたらいいと思います。私の場合はこういうふうなですね、電気工事用のね、圧着ペンチがありますんで、はい、こうですね、それでこれはどっちでもいいですよ、こうでもこうでもね、はい、どっちでも構いません。まあご自宅でね、1個だけ作る場合でしたら、もう一つここへね、平和紙入れられたらいいと思います。まあ私はね、まあこれからもうちょっと量産するつもりですんで、できるだけまあ材料をね、節約するという意味合いがありますんで、もうあれですわ。おかしいな。ほんまにはい、でこうまあ一応できますんでね、でここですね、ちょっとこの辺を止めておきませんとね、ここに設定に荷重かかりますんでね、はい、こういきましてですね、はい、針金でもいいんですよ、針金でもいいんですけどね、まあちょっとちょうどあれ買いに行きましたらね、部品買いに行ったら横にこれありましたんでね、こうね固定しておきます。はい、それで、マイナスの小さいじゃないんでね、工事用の太いのでちょっとこれね、止まりませんな、はい、しょうがないですね、ほんならもうこっちこうちょっとね、スプリングが入ってるからね、大丈夫だと思います。はい、再確認をね、いたしますね。OK ですな。はい、短絡してます。大丈夫です。はい、それからですね、こちら側ですね、接線をつけます。はい、これと。というか、まあ、これだけでいいんですけどね。これですね。はい、これはですね。まあ、2センチぐらいあったらいいと思います。これね。はい。で、これはちょっと長いですな。はい、これで切っておきますさ。これね。はい、これで OK ですね。はい、これでできました。ね、あ、でこれでいいんですけどね、
私の場合はこれを窓にねセルテープで貼ってもらったらいいんですけどね、面倒やということですんで、それやったらですねここへあれですね、こうやってですね、ね、吸盤ですね、はい、でこっち凸凹してますんでね、こちら側をガラスのね面につけるということで、もうちょっと開けましょうかな、はい、はい、はい、つきました、これでね、はい、これで出来上がります、これね、はい、こういうことになりますね、これ導通がありますんでね大丈夫ですからね、まああまり締める必要もないと思いますよ、屋内でこうペタッと貼るだけですからね、はい、これで、地デジ用のアンテナができました。はい、実際にですね受信してみましたらですね、こういうふうな信号強度ですね、78と、非常に、強力な、ね、電波で受信しているという指示が出ておりました。